それではピアノの先生のための集客経営お悩みアンケート、今日の質問に答えていきたいと思います。まず質問ですが、月謝を安く設定していることで生徒数が多く、いいですよね、時間的にも疲弊が激しい割に、収入が少ない気がしています。まずは新規の生徒さんから月謝の値上げを検討していますが、自分の実力でこの月謝価格が妥当なのか分からず、集客していけるか不安があります。私自身常に指導法など学び続けていますが、練習しない生徒に疲れ辞めてもらいたい気持ちになりますが、レッスンをなんとなくこなすだけでも満足している親子に対して価値観を合わせることも必要か、私の考えにもっと柔軟性を持つべきかなど悩みます。月謝を上げればそういう悩みも少し解決されるのでしょうか、ということですね。まず、ご自身の実力で、値上げした月謝価格が妥当なのか分からず、いや妥当ですよ、大丈夫ですよ。この先生たくさんね指導法なども学び続けていらっしゃるということです。やっぱり皆さんの中で、価格の何ですかね、こうある程度のこう上限ってあると思うんですよね。例えば、1時間1万円、のカリスマ価格ね、私なんかも1時間1万円で、学生の頃とか音大前とか先生に習いに行ったじゃないですか。1時間、1万円ってことは、まあ、30分で月、30分で、月2回行ったら月謝分ぐらいですよね。30分で4回行くぐらいのようなもんじゃないですか。だからもし皆さんの中で月謝2万の価格が自分にとって分相応か、そこは悩んでもいいと思うんですけど、多分この方はもっと全然低い価格だと思うんですよね。1万円以下なんだと思うんですよ、月謝。そしたら妥当ですよ、大丈夫。とにかく大事なことは、自分がその値段をその値段で提供してもいいかっていう自信を持つことですね。こればっかりは自信だけはですね、自分で自分のことを認めるしかないんですよ。なんでね、認めてください。きっと素晴らしいレッスンしてると思うので、このネタで、この月謝でね妥当だとまず思ってほしい。ただ集客していけるか不安、これはまた別問題ですね。月謝が高いのと集客し続けられるかは全く別問題です。月謝が安くても集客できない人もいれば、月謝が高くても集客できる人はいるんですよ。だから集客力はまた別です。それはちょっとねお伝えしていきたいなと思います。そしてこれですね、練習しない生徒に疲れちゃう、練習していない生徒は、全国基準から言うと絶対いますよ。まあ、それに対して、練習してこない生徒を辞めさせるのか、練習してこない生徒も入れるか、それは先生の教室の、価値判断の基準あっていいと思うんです。ただ月謝を値上げすれば、そういう悩みも少しは解決されるでしょうか。解決されます。やはりですね、月謝が安い方が、趣味でいいや、もう練習しなくてもただ習えばいいやっていうお子さんが通う傾向は強いと思います。月謝を高くすればやはり親の方もですね、対費用効果ですね、費用対効果ですね、この月謝を払ってうちの子、それなりの効果があるのかとか、それだけ の費用を払う、そもそも費用を払うそのあれがあるのかって親がやっぱ考えますので、月謝上げるっていうのはですね、ある意味いろんな問題が解決されると思いますので、ぜひですね、まずは自信を持って自分の指導、ちょっとこの先生ね、指導歴どのくらいかわからないですけど、もし指導歴がある程度あられるなら、もう自信を持ってね前に進んでいただきたいななんて思います。